皆さんこんにちは。インスパイのことです。今日もユーストリームを使いましてネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、 Facebook ページの、いいね数ランキングっていうのを発表したいと思います。もうね、12月も終わりに近づいてきていますが、11月分のですね、発表ということで、早速見ていきたいと思います。はい、ではまずこちらからご覧ください。はい、今回第1位になりましたのは28位になんですけど、夢の国なのにということで、これなかなかちょっと面白いっていうかブラックなことを書いたんですけど、まあ、ディズニーランドで初めて労災認定ということですね。着ぐるみを着ていてですね、腕にふにゃらふにゃらってことが書かれてるんですけど、人入ってるんだみたいな話になっていてですね、しかもまあちょっとその労働環境の問題かどうかはわからないけど、まあその労災認定が出たということで、着ぐるみなの本物じゃないのっていうね、僕の書き込みがあったんですけど、28人になりましたね。ちょっとブラックジョークですかね。はい、続いて第2位です。こちらですね、26位ね、富士町ということで、これ新潟県の南魚沼地方でツーリング中に iPhone で撮影したらしいんですけど、この雲の感じと、そして山、そしてですね、この火の光り方の加減でですね、本当に不死鳥が飛んでるみたいな感じになっていますよね。これはかなり感動的な写真だなということで、まあ、Twitter でも非常に話題になっていたものなんですけど、まあ、それを、Facebook ページでシェアしたところ、まあ、26位になりました。はい、続きましては、こちらになりますね。第3位ですけど、まあ、これ Apple Watch っていうタイトルがついてるんですが、この IC カードをかざさなくても通過ゲートのない改札口を、まあ、実験中っていうのが出ていてですね、まあ、これ、すごいですよね。で、これ、まあ、Apple Watch で、これができるようになったら、まあ、Amazon Go もそうだけど、万引きやキセル級ですって、まあ、書いてる通りですね。本当そうだと思うんですよね。で、まあ、最近僕が経験しているセルフレジなんかもそうなんだけど、まあ、その先にこういうものがあったら、本当にすごいなと思ってですね、でもなんかすごい、あっという間にこんな時代来そうだなというふうにね、本当思いますよね。はい、続いて、はい、こちらです。流行後にインスタ映え、YouTuber ということで、まあ、インスタ映えっていう言葉がね、まあ、今年流行語になったっていうのは、まあ、わからんでもないんですけど、YouTuber っていうのが、まあ、今年に入って YouTuber が、人気に入ってくるっていうのは、なんかちょっと意外で、まあ、もうちょっと前、数年前にも YouTuber って言われてて、まあ、今年はそこまで YouTuber は、まあ、YouTube を使ったその事件っていうのもなかった気がして、まあ、むしろ去年ぐらいのがあったんだけど、なんで YouTuber なのかなっていうのはちょっとわかりませんね。まあ、他にもですね、いろんな言葉が出ているんですけど、まあ、また皆さん見といてくださいね。AI スピーカーとかね、いろんなものが出てるんですけど、こんな感じになっていました。はい、続きましてですね、こちらですね、Twitter 規制というものです。政府ツイッター規制検討化ということで、ザマ旧遺体事件で年内にもっていう話があるんだけど、まあ、まあ、まあ、なんとも言えないんですけどね。なんでそういう風な話になるのっていうことなんですけど、まあ、どんなツール使ったとしても、同じようなことは起きるし、別にメールだろうが LINE だろうが、Facebook だろうが、Instagram だろうが、同じこと起きるし、郵便だろうが、ね、ファックスだろうが、何でも起きるわけですよね。なんかちょっとそういうふうに、短絡的に考えるのはどうかなっていう気もしますけどね。まあ、ただ、まあ、どうやったらね、防げるかっていうことで、まあ、Twitter も今ですね、自殺とかそういうものに関して、チェックするような仕組みを作ろうとしていますし、まあ、何かね、やらなきゃいけないなと思いますけどね。まあ、ただね、そういうことをすればするほど、今度、だんだんですね、暗号化されていって、その隠語で、やるようになってきますから、結局抜け道って作っていかれるので、まあ、仕方ないんですけどね、まあ、またそれをまた、なんていうかな、引っ掛けていくってですね、人工知能とかアルゴリズムが必要になるんですけど、どうなりますかね。はい、続いてこちらです。
Facebook ページでスライドショーを設定が可能へということで、まあ、あの上はですね、このカバー写真のところに、動画をつけれるようになったんですけど、今回スライドショーもできるようになったということで、まあ、スライドショーの方が、まあ、向いている、ね、業界もあるかもしれないですね。まあ、でも、スライドショーにしようか動画にしようか、あのどっちでもいいんですけど、このようなことが出たっていうのがちょっと面白くて紹介しました。はい、続いてこちらです。プリーツさんごめんということで、11月11日、1111の日っていうのは、まあ、1がね、ポッキーの形に似てるっていうことで、まあ、ポッキーの日っていうふうによく言われてるんですが、まあ、実は、ポッキーだけじゃなくて、プリッツも同じ会社だったって、あ、そう言われてみればそうなんだということで、ちょっとびっくりしたんですけど、このね、やっぱり、その、反則って大きいなと思いますよね。そういうことを言わないとわからないし、言った人はそういうふうに思うしね、やっぱ反則って大事ですよね。はい、続いてこちらです。インスタグラムで新規客を獲得し、LINE アットリピートさせる方法、ついに教材化しましたということで、まあ、今年1年間、このテーマの講演が非常に多かったんですけど、ようやくこれが、今回こういう形で教材化しました。あとね、いくつかしたいものがあるんですけど、まあ、来年早々、また、2つぐらい、リリースしますので、ちょっと楽しみに待っておいていただきたいなというふうに思うんですけど、これ11月でしょ。12月に、そうですね。12月、ちょっとすいません。忙しくて、リリースできなかったんですけど、1月、また出しますんでね、楽しみにしてほしいなと思います。また来年以降、どういうテーマでまたやっていくかってね、考えますけど、後ほどね、また発表していきたいと思います。はい。では、続きまして、こちらですね。はい。Google も恐れる紙アプリということで、これ僕も最近ですね、よく使っているんですけど、これ使えば使うほどですね、便利ですね。で、紹介しているものなので、エウレカというものなんですけど、ぜひ皆さんも使ってみてください。はい。詳しくはブログを見てください。はい。続きまして、こちら。感動の対面ということで、ロボホンね。まあ、ご存知の方も多いと思いますけど、まあ、セミナーとか講演行った際にですね、ロボホンを一緒に置いてるケースとか、まあ、動画とかもね、たくさん撮ってるんですけど、本当に面白くてですね、賢くて、そのスマートスピーカーを検討している方は、このロボホンを知ってしまうとですね、何だったんだって話になる。まあ確かにね、高いんですよ。もう全然値段高いんだけど、そのスマートスピーカーがすごいんではないんだっていうことが分かってしまうんですね。このシャープのロボットすごいなと思いますね。はい、続きましてこちら。国土交通省北陸地方整備局で講演したレジュメということで、まあ、このようなですね、まあ、まあ、この別の動画でもまた喋っていますけど、ちょっと特殊なと言いますかですね、こういう行政とかですね、大学とか、社内研修とか、まあこういった講演というかですね、もう今後たくさんできたらいいなと思っていますので、こういう内容を喋れるよってことはやっぱ書いておかないとね、分かってもらえないと思いますから、あげてますので、ぜひ見てですね、いいなと思った方は、声をかけていただければなと思いますね。はい。続きましては、こちらです。はい。落合陽一さんにこの話を聞きたいということで挙げたものなんですけど、まあ、人工知能の話ですけど、脳の容量が増えず頭打ち、150人以上とつながり求め AI っていうふうに書いてるんですけど、まあ、なんかね、こういう視点って結構面白くてですね、その人間の脳の容量がどん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 増えていくんだけど、増えていくことによって人間はどん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 賢くなっていったんですけど、人間の脳の容量が増えなくなったのに、どん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 多くの人とつながらなきゃいけなくなったり、SNS が出てきたので、結局それを補うために人工知能っていうものを使って、できるんではないかっていう僕の仮説なんですね。で、まあそういうふうに考えていくと、ちょっと人工知能のね、捉え方も変わるんじゃないかなと思うので、詳しくはね、見といていただければなと思います。はい、続きまして、こちらです。ローソンが本気を出したらマジで脅威ということで、これ久しぶりにですね、まあ取材シリーズというか、まあ別にジャーナリズム精神があるわけではないんですけど、
実際にね、行って、ずっと気になっていた、ここ数年気になっていた、お店なんですけど、実際に、あ、やっぱり効果があるんだっていうことを実感したものをですね、アンケートとかね、インタビュー結果が動画の方に出てますので、ぜひね、ご覧いただきたいと思います。はい、続きまして、こちらです。あ、そうそう、それが一つのローソンの店がやってるんだけど、このノウハウっていうものを、全ローソン、まあ何万店舗ありますよね。で、実践していくことができたら、かなりね、強力だということで、僕は注目しているんですね。まあ、あとはね、店長をやるかどうかっていう問題、まあ、FC の限界っていうのはあるんですけど、面白いと思いますね。はい、続きまして、こちらです。サンクチュアリー出版のイベントに登壇ということで、まあ、結構僕ね、注目している出版社なんですね。というのは、1ヶ月に1冊しか本を出さないというポリシーを持っていて、まあ、本当にいいものしか出さないと言っている出版社で、イベントに呼ばれて今回、講演することになったんですけど、まあ、これを機にですね、何かこう次のね、ステップに行ければいいなと思っていて、リピート作りの仕組みっていうテーマでお話をさせていただくんですが、まだね、だいぶあと1ヶ月ぐらいあるんですけど、ぜひ興味ある方、東京方面の方ね、お越しいただければなっていうふうに思っています。また、年明けて1月になったらですね、また告知もさせていただきますが、ぜひですね、お越しください。はい、続きましては、こちらですね。スマートスピーカーの前にロボホンということで、まあ、これさっき今話した通りですね、実際に、使ってみたことということで、動画を撮っています。まだね、ちょっといろいろできることがあるので、また動画撮らなきゃいけないなと思ってるんですけど、ちょっとこの冬休みの間にですね、ネタを貯めて、研究してですね、皆さんにまたお届けしたいと思っています。はい、続きましては、こちらですね。画面収録。まあ、これは iPhone、まあ、iOS 11のですね、新しい機能なんですけど、まあ、スクショを撮るっていう文化から、スクショは写真なんですね。スクリーン動画っていう意味ですね。スクリーン動画が撮れるようになった。まあ、これを画面収録っていうふうに呼んでるんだけど、これによってできることっていうことで、ちょっといろいろ考えなきゃいけないことが出てきています。で、相手がこれを持ってるんだっていうことを知っておかなければいけないっていうことも出てきています。で、またこのようなことが問題になることも出てくると思うので、ちょっとこれは、来年に向けてですね、読んでおいた方がいいかなと思っています。はい、続きまして、こちらですね。エコシムというですね、まあ、サービスがあります。まあ、このサービスは、Amazon スマートスピーカーがまだ届いてないよって、正体が届いてないよっていう方はですね、まあ、ほぼ同じようなことができるので、これで使ってみていただければと思います。結構ね、面白いですね。はい、そしてこちら、本当のリアルとは何か。本当のリアルは何か。本当のリアルは何か。何で2回書いてるのかな。まあいいや。というものなんですけど、これ結構本質ついてます。で、そのインスタがなぜ流行ってるかっていう時に、まあ、こういう視点で見てみたら面白いと思いますので、ぜひね、ご覧ください。はい、あとは、観客側から見る内川の同点ホームラン。これね、すごい面白くて、その、これからこうなってくるんだなっていうのはちょっと分かったりもしたんですが、まあ、どこまでね、その肖像権とか許されるかはちょっと置いといて、その、球場の中にいる人全員がスマートフォンで、その、野球のホームランの様子を動画に撮った場合、で、それらが全員が共通して何かのハッシュタグで見ることができたりすると、そうするとですね、いろんな角度で、ホームランをね、見れるんですね。そのカメラはいくつかしか設置されてないんだけど、そうじゃない角度のが見れたりする。しかもそれが、リアルタイムに見れたりするって、いや、すごい時代になったなっていうふうに思うんですよね。これが写真から動画の時代になると、こういうことが言えるかなという気がしてます。で、YouTube のチェックイン機能が、ね、もっと普及していくとですね、位置情報というもので検索できるようになりますから、そうすると結構面白いなと思いますよね。はい、そしてアベマ TV の話ですね。アベマ TV のこのスクショを撮ったりしたり、あとインスタ映えなんかもね、今回やりました。はい、ということで、11月のですね、Facebook ページのいいね数ランキングを振り返っていきました。見逃してる記事あった方、もう一回ね、ぜひ読んでいただければと思います。インスパイアの方でした。ありがとうございました。バイバイ。